5戦負けなしの名古屋グランパス、開幕8戦負けなし、クラブ記録更新中の首位セレッソ大阪です。はい、というのはやっぱりこう名古屋が点を取るためのカウンターを仕掛ける、うん、はい、その回数、うん、そして位置、まあ、中盤の3枚の、まあ、出来ですかね、あの更新において、うん、どれだけ彼らが、セレッソのキックオフでスタートしました第9節です。名古屋グランパス対セレッソ大阪の一戦です。蹴るのは毎熊です。ニア、ゴール中央で来ました。レオセアラを狙ったでしょうか。ファーサイド折り返しヘディング、ランゲラック最後触ったでしょうか。もう一度縦というところですが、鳥海反転した芝山、前を向いて中に入ってきて右足のシュート、ランゲラックです。芝山ここは自ら運んで決めていきました。長いロングボール、レオセアラ胸トラップ、芝山の左足ですが枠の右です。ただ早いですこれ、芝山の戻りですね、はい、ここで前半終了のホイッスルです。0対0で折り返しということになりましたが、ただやっぱり守備においても非常にこういいプレッシャーかけてますし、はい、さあ後半のキックオフ、エンドが変わりまして左から右に攻めるのがアウェー、それでミドルシュートを決めてました。そうですね、はい、さあカウンター名古屋、泉から今度は逆サイド、ね、ワンタッチで中に入れてきました、稲垣です。そして名古屋のコーナーキック、ファーサイド、ファーフリーで左足のシュート、キム・ジンヒョン、シュート決まりました。三國が決めた、三國ケネリーエビス、セットプレー、コーナーキックの流れから名古屋グランパス先制点を決めました。まあ低いいいボールで、ここでファーサイドフリーになりましたね。泉がパターンがこう増えましたよね。はい、おっと、さあ奪ったルーカス、ルーカス・フェルナンデス、グランダのボール、あーっとオンゴールか、ゴールインです。同点に追いつきましたセレッソ大阪。まあ、例えば今みたいなファールをもらうとか、まあ、こういった形でセットプレーになるといいですね。はい、川面からターゲットはパトリックです。折り返し長いな、追加点、名古屋グランパス、リーグ戦3試合ぶり、今シーズン3ゴール目を挙げました。まあ、一つパトリックの投入のこれ意味というか、まあ、こういうボールに対してのヘディングの強さから、まあ、森島がここ入ってきて、まあ、届かなかったんですけど、その後ろにいた森島、失礼、永井が、まあ、落ち着いてましたね。いいコースへボレーで流し込みましたね。浮かせてきました、胸コントロール、香川縦にレオセアラ、わずかに枠の左、森島、ここで長いホイッスル、試合終了。名古屋グランパス公式戦3連勝、リーグ戦